西日本豪雨から今日で4年です。被災直後から活動を続けたスーパーボランティア小畑春夫さんも被災地を訪れています。ああもう地獄でしたね。あの時は国の場所でちょこっとボランティア来させてもらいましたけどね、俺はもう地獄でした。坂町小屋浦に姿を現した小畑春夫さん、ちょっと見たんだけど被災直後の状況をこう振り返りました。いや本当に小畑さんは災害発生直後から被災地に入りボランティア活動を始めました。照りつける日差しの中作業する姿を見たボランティアが全国各地から集まり復旧作業を進めます。自分の軽自動車に寝泊まりし、作業後は近所の人やボランティア仲間と交流していました。早く復興してほしいって、ただそれだけです。一人でも二人でもいいから、もしお時間があったら来て、困った方に手を差し伸べさせてもらいたいなと思ってます。あれから4年、復興していく町を前に、小畑さんは助け合いの大切さを語りました。団結力があってね、みんなでやっぱし、持ちつ持たれつというか助け合いでね、4年でもってね、ここまでね、やっぱ復興したというのはすごいなと思います。小畑さんは現在坂町小屋浦で行われている追悼の会に参加しています。